おはようございます。今日は8月13日になります。お盆に入りますね。そして、なんか暑さもちょっとだけ和らいできたのかなって気がしますけども、いかがですかね。広島は大雨でございました。今日もなんか雨のようでございますんで、まあ暑さとは縁がないかなと、今日1日2日は思っております。それではね、朝4時45分の相場解説に移りますので、画面の方を切り替えていきましょう。はい、ではこちらです。まずデイリーからなんですけども、おかげさまで昨日はね20ピップスほど取れてロット3だったんで6万数千円という利益でした。そのポイントとしてはこの天井をねしっかりと引いて、ここは上抜けないだろうというふうな予測があります。そして安値ってのはこういうふうにどんどん広がっていく傾向にあるかなっていうところで、ここから見えるのは上髭を出してこのレジサポラインに引き戻されてきましたので、ここからはね多少の上下はありますけども、こういう風にセルの方に向かうんではないかなっていう風な大筋の予測を立てております。で、4時間の方を見ていきますね。4時間の方ですけども、ちょっと横ばいが出てますよね。まあ、ですので、この横ばいが終わったら、こういう風に下の方にずれていくんではないかなってことですね。で、また横ばいで下にずれていくみたいな形で、こっちとはね、ちょっとこう、左右対称みたいな形になると思いますけども、こっちはギザギザしてる N 字を繰り返したのと同様にですね、こちらも N 字もしくは階段みたいな形でどんどん下がっていくんじゃないかなと思います。なぜかというと、ここでねレジサポ転換起きてるんですよ。まあ、ここを超えたんでそこそこ倍の方に向かうかなと思ったんですけども、ちょっとね駒は出揃った感じで、この売りと買いの陰線と陽線が揃ってるでしょ。これがトレンド転換の予兆といえば予兆なんですよね。そういうことが多いですからね。まあですので、大きな陰線を出した後にずっと今度から売りの方に向かっていくんではないかなと思ってます。じゃあ1時間の方を見て結論付けていきましょう。はい、1時間の方を見るとこういうふうにね、横に行っちゃ上に行く、横に行っちゃ上なんだけど斜めに行くみたいなことを昨日お話ししました。だからここからは転換が起きて、あとはセルの方に大筋触れていくんではないかなと思いますので、こういうふうにね、下にブレイクする日が近いと思います。今収束して横ばいになってますけども、移動平均線も3本集まってますよね。これ下の方に行くと思いながら今週見てます。まあですね、今度エントリーするとしたらセルなんですけども、セルのエントリーポイントは110円の335ということになりますね。よろしいですかね。110円の335。ということで、110円の335をセルのブレイクポイントと今位置づけましてね、エントリーポイント110円の335を繰り返しますよ。ここを超えたらセルで入ろうかと思っております。では本日は以上です。ありがとうございました。